あれ、あんちゃんそんなにつけてる。どうですか、甘いやつつけてる。メープルシロップ。お店のお客さんにバレてないの。あ、全然っすね、全然バレてないです。バレてないっていうか知らないんじゃないかな、俺のこと。これからですよ。だから俺さ、大阪のさ知名度がさ、なんかわかんないけどすごい強いのよ。で、不思議だったんですよ、なんで東京で別に対して一回スケートしててお化け見える人じゃないですかって言われただけでなんかそんなに言われないのに、大阪であらーって言われるのが完全に声かけやすい気質の人が多いのかなって思ってたんですけど、そうじゃなかったんですよね。大阪の人って基本的にさんまさんが MC の番組絶対にいるらしいんですよ。さんちゃんやさんちゃんやって言って、老若男女みんなさんまさんが MC の番組で絶対見るらしいんで、ほんまでっかの視聴率が大阪えぐいらしいんですよね。キャーさん、キャーはいともさんだとかそのうち来そう。確かに来たらおもろいっすね。そうです、そうよっつって、さんまさんの、さんまさんの影響力か。そうです、そうです。さんまさんが MC だともう、あ、さんまちゃんやって言って全員が見るんで、大阪の人って。だから大阪、京都とか、和歌山とか奈良とか近辺はそんなことないんですけど、大阪だとすごいんですよ。それが理由らしいです。大阪で強い芸人さんとかいらっしゃる。強いですね、確かに。さんまさんは神だからね、本当ですよ。もう本当にあれなんですか、あの、よく言うじゃないですか、さんまさんって、はい、結構オンオフがはっきりしてる芸人さんもいれば、さんまさんは全然オンオフ関係ないみたいな、はい、よく言われるじゃないですか、はい、もう楽屋ってもベラ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 じゃないけど、はい、そんな感じなんですか。まず楽屋挨拶はほぼ行けないですね。あ、もう来ないでいいと思うんです。あの、来ないでいいって言われてる。てか行ける人もいるんですけど、さんまさんが、まあ当たり前なんですけど、さんまさんが入り時間が一番遅いんですよ、うん、僕らが本番始まる2時間前とか1時間半前ぐらいに入って、次にあのひな壇座るような、例えば今田さんとか東野さんとかが1時間前ぐらいに入って、さんまさんは30分前に入るんですよ、うん、で30分前に入って楽屋で着替えて、ディレクターさんから説明受けたら、もうその時点でさんまさんスタジオ入りなんですよね、うん、打ち合わせとかも、もう出たとこ勝負みたいな。入って、いや、あの、打ち合わせするけど単純に頭に入れるスピードが速すぎるんです。で入って、スタジオ収録する横にたまりっていうのがあって、はい、そのたまりがさんまさんが、あの、なんですかね、基本的にはいるっていう場所なんですけど、まあ、ちょっとお菓子とか置いてあるような、はい、でさんまさんの座付きの人たちが大量にいて、はい、でのれん一枚の仕切りなんで、大体僕らはそのたまりに挨拶に行きます。おはようございますって言うと、でもスタジオに入ってからの挨拶、はい、でスタジオ入ってさんまさんにご挨拶いいですかって言ったら、たまりののれんくぐって、でおはようございます、よろしくお願いしますって言うと、まあ、共演してくる人、まあ、僕とかだから、お頼むわって言って一言で終わってって感じなんで、そんな喋んないですね、はいはい。でも超優しいです。頼もうって言って、で最後もありがとうございましたって言うと、ああまたよろしくって言って、すごいなんか、なんだろう、気さくというか。でもなんかノリ一枚だから、もうなんか中ではずっとこうさんまさんの声聞こえてくるとかっていうわけじゃないですか。でもないですね、結構やっぱ静かに仕事の、ずっと仕事の話してる感じですかね。スターなのに逆に一番話しかけやすい存在ですよね、さんまさん。いや僕はそんなことないですけどでもあの視聴者の人からすると、大スターなのに親近感が持てるって人だと思いますね。いやだからちょっとそう、全然やっぱ立場が違いますよね。だからもう早友さんからしたら絶対声かけられない、絶対無理ですね、絶対。だからその一般の人のやっぱテレビ見てる感覚で、ああさんちゃんみたいなのとは全然やっぱ違いますよね。さんま、ちょっと僕らはきついですけど、でもさんまさんは大阪の人たちに親近感持ってもらって、さんちゃんって言ってもらえるのが何より嬉しいはずなんで、全然喜んでると思います。僕らはもう絶対その、いやそうでしょう、ね、だいたいさんまさん本当着替えるのがえげつないぐらい早いんで、楽屋入ってバッて着替えて一目散に出ていかれちゃうんで、エレベーター前で待ってて、お疲れ様でしたって挨拶して、まあ見送って終わりって感じです。かっこいいっすよ。服装とか超若いっすよ、本当に。もう60ぐらいですか。もう65代じゃないですか。そんな言ってんですか。俺の親父より年上だったんで、65とかだと思いますね、多分。全く見えないっすもん。まあ見えないっすよね。昔から全然変わってないイメージですよね。
何もかも速そう。いや速いです。本当歩くの超速いです。なんかスポーツとかもやってるイメージですよね。サッカーとかやってましたっけ？サッカーとか結構テニスもやってました。テニスか。一番やってるのはゴルフですね。何でも速いです。中川家のレイジさんの次に速いんじゃないですか、ね、歩くの。歩くの。